カール・レムリはアメリカ合衆国の映画制作者ユニバーサル映画の設立者。生涯で400本以上の映画制作に携わった。初期の映画界における重要人物の一人であるレムリはドイツ出身のユダヤ人であり、1884年にアメリカに移住した。シカゴで20年間働いた後にニッケル・オデオンを買収し、映画配給会社。 レムリフィルムサービスを設立し、やがてユニバーサル映画を設立した。ウィリアム・ワイラーとアルベルト・アインシュタインの親戚にあたる。1867年に、ビュルテンベルク王国ウルム近郊のラウプハイムで生まれる。両親はいとこ同士で結婚している。少年期はアイヒエンハウゼンで過ごした。1884年に兄を追ってアメリカに移住し、シカゴに定住して、 レチャスターンと結婚、息子、カール・レムリ・ジュニアを設けた。1889年に、アメリカ市民権を得て帰化している。移住後は、様々な仕事に従事し、1894年に、ウィスコンシン州をシコ州の医療会社コンチネンタル・ファッション・カンパニーで、墓器担当の仕事を得た。出演契約を結ぶガートル・ドールムステッド・ボシと、 立ち会うレムリとユニバーサル幹部1906年にコンチネンタルファッションカンパニーを退職しシカゴでニッケルオデオンの盛況ぶりを見て工業業を始める。レムリはトーマス・エジソンが映画配給の独占を起としたモーションピクチャーパテンツカンパニーへの抵抗を始めメアリー・ピックフォードやフローレンス・ローレンスなどの俳優の宣伝を手掛けて 収益力を高め、独立企業としての力を蓄えていった。妻の死後、レムリは、ニューヨークに移住して1909年には、全米一のエクスチェンジ業者、レムリフィルムサービスを設立し映画配給を始めた。ついで映画制作会社インディペンデント・ムービング・ピクチャーを設立した。1912年4月30日に、映画会社発社と合併して、 ユニバーサルフィルムマニュファクチュアリングカンパニーを設立し、社長に就任した。レムリは、映画の都と呼ばれていたニュージャージー州フォートリーに新たに映画スタジオを設置した。1915年には、カリフォルニア州サンフェルナンドバレーにある230エーカーの大丘陵地帯に総合映画スタジオ都市を開設している。オープンの際には、かつての旧敵エジソンが、照明や、 撮影機材を手掛けたという。アービング・タルバーグやハリー・コーンは当初ユニバーサル映画でレムリの部下として働いていた。レムリはカリフォルニア州ビバリーヒルズに移住し、かつてトーマス・エイチンスが暮らしていた住居を買取家族と共に生活の拠点とした。またニューヨークにも大きなアパートを所有し、子供たちのために維持していた。レムリ・ジュニアが制作した。 西部戦線以上なしで受賞したオスカー像を持つレムリ・レムリはプロデューサーとして数百本の映画制作に携わりロン・チェーニー主演のノートルダムのセムシ男オペラの怪人の他に笑い夫男などの作品を手掛けた。また1928年に社長の地位を譲られたレムリ・ジュニアもホラー映画の古典として有名な魔人ドラキュラ フランケンシュタインなどの作品を制作し、ユニバーサルに多大な利益をもたらした。しかし、世界恐慌の中でも莫大な制作費を投じるレムリフ氏の制作姿勢に、株主たちが不満を募らせた結果、1936年に二人はユニバーサルから追放されてしまう。レムリは映画業界での成功後、故郷ラウプハイムに財政支援を行っており、 1930年代には、ナチスドイツからアメリカに移住するユダヤ人の入国手数料を肩代わりして数百人のユダヤ人をホロコーストから救っている。また、移民の受け入れを容易に行えるように国務長官コーデルハルに掛け合っている。裁判年の1939年には、ハバナからヨーロッパに送還される人々をアメリカに入国させようと試みている。 この試みは失敗し、送還された人々の多くは死亡したと推測されている。1939年9月24日に、心血管疾患のため、ビバリーヒルズで死去した。遺体は、シカゴにある、ホームオブピース墓地に埋葬された。ありがとうございます。